今更だけど今週のコーツ会やっていきたいなと思います。もう今更ね、見る人いるのかなって感じではあるんですが、当たったからには使いたいよね、税のための動画になります。買ってる方もですね、あ、こういう使い方もあるのかなみたいな感じで参考にしていただければなと、ラジオ感覚でね聞いていただければと思います。で、今回は使い方だけをパッパと話していきたいなと、ポジション別、登録ポジション別にねやっていきたいなと思います。ゴールキーパーの方からフォワードの方にやっていきたいなと思います。まずはルニン選手ですね。まあこのゴールキーパーは絶好調の時に使っていくっていうところですかね。クリアリング、前回のね、シュマイケルの検証でもやりましたけど、クリアリングがねやっぱ高いとそれなりにコーナーに弾いてくれますから、この辺りは攻撃でゴールキーパーだけどもちゃんと弾いてくれるんじゃないのかなとは思います。こたびをですね、最終ラインでパス回しをしたい人とかはこういう選手いいのかもしれないですね。ワンパついてるしすごくいいかなと思います。コレルとかのね検証もやりましたけど、やっぱり相手がですねものすごく高い選手を195以上とかかなになった場合はちょっと注意した方がいいかなとは思いますね。まあ、フィジカルが92ありますから、まあ、ギリね耐えられる気もしますけど、ちょっとその辺はでも注意が必要かもしれません。でボールダッシュに関しては相手のバランスを崩すことができたりしますから、ゴリゴリに取ることもできると思います。なのでセンターバックとしては、まあ、どこに置いてもいいかなっていう感じ、真ん中でもいいし右でも左でもって感じかな。マルキーニョスですね。まあマルキーニョスはボランチかな、DMF で使うのが一番いいかな。まあ右サイドバックとかセンターバックもまあいいんだけど、身長低いんですけど、まあジャンプ95あればですね、まあこれもカンナバロの検証してますけど、まあそれなりにヘディングが勝ってるとは思うんですけど、まあただそれでもかなり厳しい部分は出てくるので、でそうすると右サイドバックかなと思うんですけど、右サイドバックにしてはちょっとスピードなさすぎちゃう感じはするので、そう考えるとボランチかなって感じかな。でボランチとして見たらですね、ディフェンス能力もすごく申し分ないし、まあ、パスもね最低限あるし、でブロッカーとかついてるのもすごく嬉しいですよね。まあ、ただそうなると今度スタミナがちょっと足りないかなって感じになってきますから、まあ、ここはねもう交代前提ですかね。まあ、結構中盤の選手って交代すること多くなると思いますから、まあ、交代前提とか、もしくは守備固めとかで使うっていう意味がありかもしれませんね。ルイス・アルベルトですね。まあ、この選手はですね、ボルコンとパスがね、やっぱ活かしたいんだよね。無難に行くと OMF で使うとかなりいいかなって気はするんですけど、今回ね、せっかくボルコンを活かしたいっていう場合は ST かな。というのも、このボルコン99ってかなり足にくっつくので、こう狭いところでもねトラップしてシュートとかトラップしてパスみたいなことがすぐできると思うんですね。トラップの時にダッシュしてほしいんですね。その時にね本当に足にくっついてると思いますから、その一瞬でね、だからフェイントとかで抜くよりはそういったところで抜くとかタイミングずらすみたいなこともできると思います。マトソン選手ですね。まあ OMF かな、ピンクロないし、その辺りが一番いいのかなっていう感じはしますね。で絶好調時に使えばですね、まあ何でもできるタイプっていう形でできるかなと思いますので、そこがいいかなと思います。であとはまあスタミナはそんなにないので、絶好調の時に後半とかで出すとかが一番いいかな。でまあ OMF に置いておけばですね、まあ、パスもできるし自分でフィニッシュもできるよみたいなタイプかな。ワンシュー検証やりましたけど、このワンシューがあるだけでもだいぶ違いますから、そういったところで活躍してくれるんじゃないかなと思います。ブレムディアス、この選手は強いね。場所使うとしたらね、右ウィングの ST かなと思いましたね。やっぱり、まあ、ピンクロとかあるわけではないので、サイドでいっぱい持ってもねっていうところはあるから、最終的にはフィニッシュで持っていきたいって考えると ST で使う感じかな。で足裏とかの検証もやってますけど、これだけでかなり使いやすいですし、身長 171cm ってことでかなりコネコネできるかなというところでは ST でも、ドリブルも仕掛けたいから ST のウイングの位置みたいなところですかね。で逆足精度も高いから、最悪ね警戒され始めたら最後ラストパスとかでスルーパスとかついてますから、そういったところで使えるんじゃないのかなと思います。でルーレットとエッジターンありますから、これも検証で前回ちょっとちらっと話しましたけど、この発動条件がちょうどランダムになっちゃうところだけ注意をしていただけるといいかなと思います。でデブライネですね。まあデブライネは OMF かな、お手本のような OMF っていうような能力してますけど、2列目からの飛び出し、これやっぱ使いたいんで、で最後やっぱ今回はフィニッシュに特化してるっていうところでですね、 OMF に置いて、で自らもフィニッシュしていく、そんなところがいいかなと思います。で相方というかフォワードですね、ワントップを ST とか ST のリンクフォワードとか、もしくはナンバー10にすると、ここがですねデブライネがどんどん生きてくるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。でボルコン95になってますから、裏に飛び出した後のワントラップからのシュート、ここはね素早くできるんじゃないのかなと
思います。でキック力94っていうところもですね、シュート決定率が上がっていきますから、このあたりはねぜひ使っていただけるといいかなと思います。ペドリですね、左のミッドフィルダーかな。やっぱりドリブルとかピンクロー、あとは弱点精度生かすっていう意味ではそこが一番いいのかなと思います。であとディフェンスセンスとかね、この辺も高いですから、守備に貢献できると考えると左サイドミッドフィルダーに置いとくのが一番いいのかなと思います。まあただビルドアップ自体をですねちょっと落ち着かしたいなとか、前に急ぎすぎてるなみたいな時はですね、センターミッドフィルダーにしてですね、ビルドアップペドリでボールを持ってですね落ち着かせてから、ビルドアップする、これもありかなと思います。まあ、左サイドミッドフィルダーの場所でセンターミッドフィルダーにするのも、中に絞ってきてくれるので、ビルドアップの時にはかなりね経由できるかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。まあ、あとは守備意識は高い、ここを検証しましたけど、守備にかなり貢献してくれると思いますし、あとはグラパーですね、89、まあ、90乗っかる、好調で90乗っかるとか考えるとですね、90乗っかるとかなりいいパス配球できますから、こういったところもドリブルができてパスができてっていうのはかなり使えるんじゃないかなと思います。オシム編ですね、もう名前変わっちゃったけども、まあこの選手はセンターフォワードの2トップの左側かな。で相方にはやっぱりパスが上手いタイプがいいかなと思います。やっぱりいいところって言ったらスピードとやっぱこの決定力とかね、このフィジカルみたいなところになってきますから、一瞬飛び出してその後ゴリゴリに決めるっていうところ、ここがやっぱり検証でもやりましたけど、フィジカルがあるとねやっぱ後ろからのプレスに倒れやすいとかいうところがありますから、そういったところ、あとは闘争心とかがあるので相手がね近くにいたりとかプレッシャーがあってもちゃんと決めきってくれるっていうところは言えるのかなと思います。でチェイシングで前線からの守備、ここもねアグレッシブにどんどんやってくれると思いますから、こういったところもぜひ使っていただくっていう感じですかね。まあ前半からどんどん使っちゃって、後半はもう交代とかね、もしは逆ですね、相手が疲れたところにこのチェイシングが効いてきたりとかするパターンもあると思いますから、どっちかで使うっていうのはありかもしれませんね。アルナウトビッチになりますね。まあパワープレイ要因ですかね、センターフォワードで、まあ2トップかな、ラインブレーカーっていうこともありますから、相方はね1人置きながら、ワンシュー闘争心、この辺りが生きるような使い方が一番いいのかなと思います。まあ192センチでヘディングとかこういったところもそれなりに活かせるんですけど、まあライブレでどんどんね裏に抜けながら、フィニッシュ、こういうこともできるかなと思います。一粒検証しましたけど、スピードは上がらないということは分かっておりますが、まあ他の部分、決定力とか、そういったところに関しては上がることは期待はできるので、まあまたね、ちょっとそこに関しては検証しますけど、なのでそういったところを意識していただけるといいかなと思います。なので相方にパスうまい系を置いてですね、どんどん裏に走らせてあげるっていうのも一つの手ですかね。ラスト、ルーク・デヨングですね。まあこれもパワープレイのセンターフォワードかな。まあただ使い方としては1トップ、もしくは3トップの真ん中とか、そういった感じになるかなと思います。まあターゲットマンとして、最後ねパワープレイのクロスに合わせていくようなタイプですかね。まあ、スパサブでねさっきも言いましたけど、スピードは上がらないんですけど決定力とかはね上がることは期待できますから、そのあたりはねヘディングで一発ドカンと決めることは想像できるかなと思います。ワンパスルーパー持ってますから、このあたりでターゲットマンとしてですね、軽く叩きながら最終的には自分でフィニッシュする、そんなイメージが想像できるのかなと思いますので、そういった要因で使えるといいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。だいぶ今回のガチャはいいですね。このチャンピオンズリーグなのにですねライブアップで A っていうのがすごい非常にいいですね。ぜひね使ってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。